北山宏光さんのっと10周年記念コラボ。後輩からの感動メッセージに涙戦崩壊。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんからの心温まるメッセージに、思わず涙が。友情の絆が時を超え、特別な瞬間に輝きを放つことがあります。それは、平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が、 同じ事務所で長年の親交を深めてきた北山博光さんへ送った心温まるメッセージがきっかけとなり、再び明らかになりました。ノットの10周年を記念し、北山さんが再びノットとタッグを組むことが発表され、そのビジュアルが公開された瞬間、彼らはすぐにお祝いのメッセージを送ったのです。この瞬間は、単なる同僚としての関係ではなく、長い時間を共に過ごした者同士の絆を物語っています。 このメッセージが公表されるや否や、ファンの間ではその温かい交流が大きな話題となり、感動の声が次々と寄せられました。特に、平野さんからのメッセージは、北山さんと共に過ごした時間が、僕にとってとても大切です。あなたの情熱と努力を間近で見てきたからこそ、今回のコラボレーションが本当に嬉しいです。おめでとうございます、といった内容で、長年の友情と尊敬を込めたものでした。 平野さんは北山さんのプロフェッショナリズムや人柄に感銘を受けており、その感謝の気持ちを素直に表現しています。また、岸優太さんは北山さんに対して、あなたの存在は、僕にとって大きな支えでした。ノットとの10周年のコラボ、おめでとうございます。時計のデザインとあなたの魅力が融合していて、とても素敵です。これからも一緒に頑張りましょう、と送っています。この言葉には、 若い頃から一緒に歩んできた彼の敬意が感じられます。北山さんとの絆が、単なる職業上のつながりにとどまらず、共に困難を乗り越えてきた仲間としての強いつながりであることが浮き彫りになります。そして、神宮寺雄太さんも、北山くん、いつも僕たちにインスピレーションを与えてくれてありがとうございます。今回のノットとのプロジェクト、僕たちもとても楽しみにしています。これからもずっと応援しています。 というメッセージを送りました。彼の言葉は、北山さんが与えた影響が若手にも波及していることを感じさせます。神宮寺さんは、北山さんから学び取った多くのことに感謝し、それを今後の自分のキャリアにも生かしていきたいという決意が感じられます。このようなメッセージのやり取りは、単なる表面的な祝辞ではなく、長年にわたる友情や信頼が背景にあるからこそ可能なものです。北山博光さんは、 ノットとの10周年を記念して、特別なビジュアルを公開し、再びその存在感を示しましたが、これまでの彼の努力や、後輩たちに与えた影響が、こうした形で表現されることは、彼自身にとっても非常に感動的な瞬間であったことでしょう。この友情の深まりは、単なる言葉では表現しきれないものです。仕事仲間でありながら、彼らはお互いの成長を支え合い、 刺激しし合う関係を築きき上げてきました特に、ジャニーズ事務所という競争の激しい環境の中で、彼らがこのような絆を保ち続けることは、非常にまれであり、特別なことです。彼らが共有してきた時間や経験が、このような温かい瞬間に凝縮されているのです。北山さん自身も、このメッセージに対して非常に感動した様子でした。彼は、皆さんからの温かい言葉、 本当にありがとうございます。ノットとのコラボレーションは、僕にとっても大きな挑戦であり、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもみんなと一緒に成長し続けたいです、とコメントしています。この言葉からも、彼が仲間たちとの絆を大切にし、その関係をこれからも続けていきたいという強い意志が伝わってきます。さらに、今回のノットとのコラボレーションは、単なる広告キャンペーンにとどまらず、 北山さんの個性やスタイルが反映されたものとなっており、多くのファンがそのデザインに心を打たれました。ノットならではの時計の楽しみ方を表現したビジュアルとして、シンプルでありながらもスタイリッシュなデザインが特徴的で、北山さんのイメージと完璧に融合しています。ファンたちは、この発表を受けて、SNS やブログで喜びの声を上げました。北山くんとノットのコラボがまた見られて嬉しい。 時計のデザインが素敵すぎて、早速購入を検討中です。10周年おめでとうございます。北山くんのビジュアル、本当にかっこいいです、といったコメントがあふれ、彼の人気と影響力の高さを再確認させられます。また、一部のファンは、以前北山さんが着用していたノットの時計を今でも毎日愛用しています。再びコラボが実現するなんて夢のようです、と。 北山さんの影響でノットの時計を購入し、長年愛用していることを語るなど、彼がファッションアイコンとしても影響力を持っていることが伺えます。このように、今回のノットとのコラボレーションは、単なる広告以上の意味を持っています。それは、長年にわたり築き上げてきた信頼と絆が形となり、ファンだけでなく、彼を支える仲間たちの愛情や敬意が一つの作品として結実した瞬間なのです。 時計のデザインやビジュアルの美しさ以上に、そこに込められた友情のストーリーが、多くの人々に感動を与えています。ノットの時計は、シンプルでありながらも洗練されたデザインが特徴で、時間とともにその価値を増していく一品です。そして、この時計と北山宏光さんの再コラボは、まさに時間を超えた友情の象徴とも言えるでしょう。時計が時を刻むように、彼らの友情もまた、 変わらずに続いていてくことでしょう北山さん、そして平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの絆は、これからもさらに深まっていくことが期待されます。彼らが共有する時間や経験は、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。そして、彼らの友情は、私たちにとっても、人生の大切な瞬間を共に祝う喜びを教えてくれます。北山宏光さんと平野翔さん、 岸優太さん、神宮寺優太さんの絆は、ただの友情を超えて、共に成長し、支え合い、そして人生の大切な瞬間を共有する特別な関係です。それぞれのキャリアの中で困難や挑戦を乗り越えてきた彼らにとって、この再会は、一種の人生の節目でもあります。今回のノットとのコラボレーションを通じて、それはさらに象徴的なものとなり、ファンや仲間たちが共感し、 感動すするる理由のの一つででもあるのです北山さんがノットとの10周年を記念するビジュアルを公開した際、その背後には彼自身の経験やストーリーが反映されていることは間違いありません。彼のこれまでのキャリアは、常に一貫して努力と情熱に裏打ちされてきました。ジャニーズという大きな舞台で活動してきた彼は、パフォーマンスだけでなく、ファッションやライフスタイルでも多くのファンに影響を与え続けてきました。 ノットとのコラボレーションは、そんな北山さんのスタイリッシュで洗練された一面を余すことなく表現しています。時計というアイテムは、日々の生活に密接に関わるものであり、単なるアクセサリー以上の意味を持つことがあります。時間を刻むその機能性とともに、スタイルや個性を表現する重要なファッションアイテムでもあります。ノットの時計が持つそのデザイン哲学は、 北山さんの人生観や価値観とも共鳴しているのかもしれません。シンプルでありながらも、細部にまでこだわり、時代を超えて愛されるデザインが彼のキャリアの軌跡と重なって見えるのです。さらに、今回のコラボレーションで明らかになったのは、ファンや仲間たちとの絆だけでなく、北山さん自身がどれだけ感謝の気持ちを大切にしているかということです。ノットとの再コラボに対する彼の喜びと感謝の言葉は、 単なるビジネスパートナーとしての関係を超えた真の信頼関係を物語っています。彼がこれからもみんなと一緒に成長していきたいという言葉を通じて表現した未来への展望は、まさに時計が示す未来へと続く時間を象徴しているのかもしれません。また、北山さんに対する後輩たちのリスペクトも非常に印象的です。平野さん、岸さん、神宮寺さんは、 それぞれの形で北山さんへの感謝と尊敬を表現していますが、その背景には、北山さんが彼らにとってどれだけ重要な存在であるかが見え隠れします。北山さんのパフォーマンスや仕事に対する真摯な姿勢は、後輩たちにとって大きな刺激となり、彼らの成長に欠かせないものであったことは疑いの余地がありません。彼らのメッセージには、そんな敬意と感謝が詰まっており、それがまた、 北山さん自身にも大きな励みとなっていることでしょう。ノットの時計が時を刻み続けるように、北山さんと彼の仲間たちの友情もまた、時間とともにさらに強固なものとなっていくでしょう。ファンたちが SNS やブログでその喜びを分かち合い、彼らの関係に共感する姿を見ると、その絆がどれほど深く、多くの人々に影響を与えているのかが感じられます。時計という一見シンプルなアイテムが、 友情や感謝といった深い意味を帯びていることは、今回のコラボレーションが単なる商品プロモーションを超えた意義を持っていることを示しているのです。さらに、ノットとのコラボレーションは、ファッションの観点からも非常に注目されています。特に、若者を中心に支持を集めるノットの時計は、シンプルでありながらもモダンなデザインが人気です。北山さんがこの時計を着用することで、さらにその魅力が広がり、 彼のファッションセンスが再確認されることになりました。時計のストラップやフェイスのデザインには、彼のこだわりが反映されており、ただのアクセサリーとしてではなく、彼のスタイルの一部としての存在感を放っています。また、ノットの10周年を祝う今回のプロジェクトは、ブランド自体の成長と進化も象徴しています。北山さんとの再コラボは、ノットにとっても大きな意味を持つものであり、 これまでの10年を振り返ると同時に、これからの未来に向けた新たなステップでもあります。ブランドが時間とともに進化していく様子は、まさに時計の針が進むように、常に前進していく姿勢を示しているのです。最後に、今回のコラボレーションを通じて改めて感じるのは、人と人との絆がどれほど強い影響を持つかということです。北山さん、平野さん、岸さん、神宮寺さんの間には、 言葉を超えた信頼と愛情が存在し、その絆が多くの人々に感動を与えています。彼らの友情は、単なる一時的なものではなく、時間とともにますます強くなり、その影響は広がり続けるでしょう。そして、彼らの歩んできた道のりは、今後も多くのファンにとってインスピレーションとなり続けることでしょう。